カナダカワウソは、食肉も食いたちかラントラ族に分類される、食肉類。ラントラ族の模式種。アメリカ合衆国、カナダ。プリンスエドワード島では絶滅。メキシコでは1950年代にコロラド川や、リオグランデ川では見られなくなったとされるが、近年では、タマウリパス州で記録がある。模式標本の産地は、カナダ東部。 体長66から107センチメートル。お長三32から46センチメートル。体重5から13.7キログラム。背面は脳褐色だが、濃黒褐色や肺褐色、赤みを帯びるなど変異が大きい。腹面は泡媒褐色。下顎や喉は紅白色で、この名色部が耳に達する個体もいる。毛色は泡褐色から暗褐色。腹部は淡く。 灰色がかる。粉炭の体毛で覆われないらし部はスペード型。染色体数は 2m イコール38。以下の分類は m s w 3に分布はラリビエルオルトンに従う。内陸部の河川や湖、湿原、海岸などに生息する。餌となる魚が豊富な河川、湖沼、川口、海岸の近くに生息する。主に魚類を食べるが、 カエル類などの両生類やザリガニ類などの甲殻類も食べる。小型哺乳類、蝶類、爬虫類、軟体動物、果実なども食べる。主に魚類、カエル、カニやザリガニなどの甲殻類、小さな哺乳類などを食べる。蝶類を捕食することもある。捕食者として、シャチアメリカアリゲーターアメリカワニなどが挙げられる。繁殖様式は耐性。 発情期間は42から46日。妊娠期間は10から12ヶ月だが、受精卵の着床が遅延する期間も含まれている。実質的な妊娠期間は61から63日。1回に通常1から3頭の幼獣を産む。生後30から38日で開眼し、生後9から10週間で固形物を食べるようになる。 生後5から6週間で遊び始めるようになる。野生下では13年、飼育下では25年の生存例がある。カナダカワウソは水陸を行き来する生態のため、どちらにも少なからぬ影響を与える。それは捕食者な獲物としての働きだけではなく、糞を介した間接的な働きもある。例えば、カナダ太平洋岸の個体群は、陸で用を足すことで、 水海由来の栄養を陸海へと輸送する役割がある。このおかげで一体の陸生鳥類は他の地域よりも多くの個体数を維持できるが、その反面、豊かな環境をめぐって多種同士の競争が激化を招いてしまう。結果的には個体数は多いけれども多様性に欠く生態系を本種が作り出している。20世紀初頭には開発による 生息地の破壊、水質汚染、乱獲により、生息数は減少した。近年でも、工業での排水による、水質汚染、沿岸部では、石油流出などによる影響が懸念されている。生息する環境の改善や、再導入などの対策が進められ、生息数は、安定傾向にあると考えられている。1977年に、川ワ赤ソで、 ワシントン条約付属書2に掲載されている。土地開発による生息地の消滅や農業などによる水質の汚染により生息数は減少している。毛皮貿易のための捕獲も脅威とみなされている。食物を通して蓄積される環境ホルモンなどの有害物質による影響も懸念されている。ありがとうございます。